7月24日火曜日、今日もハグザライフ命を抱きしめようの時間です。毎週火曜日朝は10時から、お昼は2時から、そして夜は7時からと3回の放送をお届けしています。ハグザライフ命を抱きしめよう。高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持っても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、福祉、医療の情報をお届けする番組です。お相手は今日もこの戸塚に住んで32年となります、北海道札幌出身、パーソナリティー相浦弥生です。さあ、夏休みに突入しましたね。お母さんたちは、ああまたお昼ご飯だ、そしてまたすぐに夕食と、なかなか大変な日々が続くかと思います。私は暑さを友としました。私の友達の暑さくんは元気ですよ。折り合いをつけながら、ある時には頼むねと声をかけたりしながら、暑さを友として暮らしています。皆様お元気でしょうか。7月24日夏休みに入って、すぐのハグザライフ命を抱きしめよう。今日のメインコーナーは、この番組のスポンサーでもあります大久保総合内科クリニックの大久保先生がスタジオに来てくださいまして、医療的ケア児の支援についてお話をしてくださいます。横浜市医師会の常任理事でもある大久保先生が、横浜市が医療的ケア児とどのように今向き合いながら、どんな活動をこれから進めていくのかというお話を聞かせていただきます。この番組をいつも応援してくださる浜のバタヤンからも、医療的ケア児とともにの情報を寄せいただいたばかりです。そしてもう一つ、連続エッセイのコーナーではパーソナルソング、これは神矢部の星さんからメッセージをいただきまして、まあ、それを受けながら、そしてこの番組ハグザライフ命を抱きしめようは、番組表の中のこの番組の解説のところにも書いてありますが、あなたの大切なパーソナルソング、思い出のコメントとともにお寄せくださいということで、パーソナルソング、あなたにとっての大切な曲、一曲に限らず、私などはたくさんメモをして、マンママがもし病気になったら、ぜひこの曲をベッドの枕元でヘッドホンをつけたりしながら聞かせてねと子供たちには伝えてあります。あなたのパーソナルソングもぜひとも教えてくださいね。今日は私のパーソナルソングもこの後お届けして、そうか、私にとってのパーソナルソングはこれだったなと思い出していただけたらと思います。暑い一日ですので、風鈴の音からこの後スタートいたしましょうね。この番組を支えてくださる4社の皆様です。
何でも気軽に相談してください。東戸塚は明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業。東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上4社の提供でお送りします。2018年7月24日火曜日、ハグのスタートです。るんちゃんからお借りしました南部鉄の風鈴の音、聞いていただきました。いかがですか？少しは涼しくなったでしょうか？それでは今日のメインコーナーです。大久保先生と共にお届けしていきます。今日のメインコーナー、医療的ケア児の支援について、どうぞお聞きください。それでは横浜市が医療的ケア児支援、つまり医療的なケアを必要とする子どもたちの支援制度の整備を本格的に始めたというニュースが流れております。これについて、横浜市医師会の担当をなさっていらっしゃるという、大久保先生に今日はスタジオに来ていただきまして、どのような動きになっているのかお話を聞かせていただきたいと思います。大久保先生、お願いいたします。はい、横浜市医師会、常任理事、お務めさせていただいております大久保と申します。常任理事は医療福祉の担当は赤羽というものと、私が務めております。医療的ケアっていう言葉がまずどういうものなのかってことなんですけども、例えば注射したり傷縫ったりっていうのは医療なわけですよね。だからそれはお医者さんしかできないわけですけど、例えば気管切開してるお子さんの気管のところから痰を吸引したりっていうのは、これはお医者さんでなくても家族がやってあげなくちゃいけないこともあるわけですよ。だけどまるっきり他人がやってできる問題かっていうと、そうではないですよね。やられたらやり方わからなければ危険なこともあるわけで、そういったものを医療ではない医療的なケアという言い方で、資格としてはいらないんだけれども、きちんとした、講習なり、やり方を、指導してもらったりしてる中で行えるものとして医療的ケアと言ってるわけですね。で、そういった、医療をずっと受けてはいなくても、日常生活は可能なんだけども、医療的ケアは、常に必要とするようなお子さんってのが、増えてんですね。で、それは医療が進歩したんで、小さな子供たちが、すごく重症の病気にかかっても助かるようになってるんですよ。で、日本はすごく NICU って言って、新生児を集中治療室に入れて、ケアして助かる率が世界でもトップレベルなんですね。
ちいちゃんの赤ちゃんが、はい、あの保育器に入ってという、はい、そして、そうですね、元気になって戦って生き延びられるようになった、ね、うん、前だったらもう助からなかったんですね、うんうんうん、それはあの世界的に見れば助からないところの方が多いとは思うんですよ。だけど日本では非常に小児科の先生が非常に頑張って診療に当たってくれたおかげで助かるんですよ。だけど助かるんだけども完全に健康な形にはなれない子、その子たちってのはそういう気管切開であったり、お食事はちょっと普通には食べられなくて、胃ろうって言って胃に管を入れてあげて、そこから栄養する形ならなんとか、うん、日常生活を送れるけどっていうような形なんです。で、こういう医療的ケア児っていうのは、もともと僕らは制度的に重症心身障害児って言って、まあ、精神的もしくは身体的に非常な障害を抱えるような重症の病気持ってる方たちってのは、もちろん、国の制度の中で、その子たちがきちんと生活できるように援助があるわけなんですけども、ちょこっとした家族のケアだけ必要な子たちってのは、いや普通にお外出たりできるんでしょ、そうしたら重症心身障害児と同じようなお金はいりませんよねっていうような議論になってしまって、適切な援助を受けるところから外れちゃってるんですね。で、そこがどん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 増えてきてて、非常にお母さんたちの負担が増えてしまうということで、なんとかできないかっていうことをここ数年非常に言われるようになって、国でもそうしたお母さんたちを支えてあげましょうということで議論が進んでたわけです。で、ただこれはですね、管轄が結構お役所っていうのは縦割りで違ってるんで、介護とかいうこと、在宅を支えるのは介護医療ってことになるんですけど、これはお年寄りを基本的には対象としてて、高齢者対策をやってるところが管轄になるんですね。で、一方では重症心身の子たちっていうのは福祉が対象になる。で、一方学校に通うとなれば当然教育委員会って言って、まあ、学校に通うことを管轄しているところが対象になるわけですよ。で、本来こういう立ち位置で医療的ケアを受けることが必要な子たちってのは、そこのどこにも微妙に引っかかるし、まあ重症の子たちと比べれば引っかからないというところで、行政が各部署で協力し合いながらでないと見れないという問題があって、なかなか進まなかったんですね。つまりそうすると、気管切開をして学校に行っている子どもたち、少ないけど、もうすでにいるんですよ。私の、スタジオに遊びに来てくれたね、男の子も、実は小学校に通っているんです、はい、そして自分でやるか、お母さんがついてきたり、修学旅行にはもうご家族みんなが一緒に行ったっていうような話をね、うん、聞いたことがあるわけなんですけど、そこにもし医療的ケア児のその、サポートという形で、うん、国が市が、お金を出しながら誰かそこに、コーディネートをしてこの方をつけるっていうようなことにも発展するという可能性があるということですね、うん、お母さんたちの負担も減るということでしょうか。はい、だからいろんなその行政の部署に頼んだり情報を集めるっていうのがなかなかそのお母さんがやるのは難しいところがあって、うん、で、まあそれをどうしようかっていうことになると、うん、お医者さんとかケアマネさんとか看護師でもそのいろんなもの全部見渡して知ってる人ってのはなかなか珍しくなっちゃうんですね。なのでそういうものを総合的に福祉のこと、教育のこと、在宅のこと分かってる方を育てていこうということになって、それが今回横浜市でスタートした、はい、小児在宅の、医療的ケアに関するコーディネーター事業ということになってます。
つまりあの、まあ、高齢の方たちのケアマネージャーさんのような役目をする方っていうイメージでしょうか。そうです。あの高齢の方はもうそういうシステムがあってケアマネさんが医療介護のことを、うん、あの包括的に扱いながら見るようになってますよね。 うん、はい、それが子どもの場合はいないわけです。分かったんですね、だからお母さんがそこを自分でいろいろ調べて探すしかない、探してたんですね、それはお母さん同士のネットワークってのがあったので、なんかそこでこう持ちこたえさせながらやってたわけですけども、やっぱりそういうものには限界ありますから、得られる情報も限られちゃうんですね。そうですね、そうなんですね。でこれは国として、そして横浜市として、まあだから横浜市としてはかなり先鞭つけてスタートしたつもりで、これは市の医師会の方でもなかなかそれは難しいって言って手がつけられずにいたところなんですけども、昨年もう一気にスタートさせましょうっていうことで急速に議論を進めまして、今年すでにもう事業としてスタートすることになりました。きっとこれには大久保先生の力が大きかったというふうに予想いたしますけれども、そうですか。もうなんか皆さんお母さんを代表してありがとうございますと言いたい思いであります。どんなにねその相談する人がいれば、私はその義理のお母さんの介護、まあ、直接の介護ではなかったですが生活支援をね離れたところでしていながらも、それでもそのケアマネージャーさんが本当にいてくれることの心強さがあり、何かあったらあの人に相談したらいいんだっていう、もうその支えだけが、支えだけでも大きかったという気持ちがありますので、これはもう絶対にこれからも育てて、ね、いきたい先生制度でありますね。基本的にそのどこから援助をもらったらいいかってこともわからないんですよね。だから本当はここから援助のお金が出ますよっていうことを知らずに、その自分でお金を使っていろんなものを手配して経済的に困られてる方ってのもいるわけで、例えばどんなものというふうなイメージですか先生。器具類ということですか。金銭的な、金銭的なものでも、例えば今回のコーディネーター事業もそうだと思いますし、まだまだそれは少ないんですけれども、限られた中で、今こういう基準でこの子はこの適用ならば、今はこの援助が使えますよとかいうのがあるわけで、そういうのは高齢者のケアマネなんかは把握しててですね、いろいろアドバイスしてくれて、点数の中でうまくやりましょうっていうことを言ってくれるんですけども、そこが複数の制度にまたがっちゃってるんで、うまく見えづらいんですね。そういうものをしっかりやろうということで始めます。となるとコーディネーターの役をする方たちはどういう方たちになるのでしょうか。基本的には医師会の訪問看護ステーションで小児の、在宅を取り組んでいたところを、そこの訪問看護師さんが、一応温度を取ってやっていくということで、一応まだこれは予定なんですけども、横浜市内に6カ所のそういったその小児在宅の拠点を作れないかということを一応考えてます。とりあえず2カ所で始めるということでスタートさせていく予定になってますね。4月から、本格着手というニュースを、言いましたけれども、もう今現在はそのコーディネーター何人かの方がもう活動なさっていらっしゃるんでしょうか。いや実際に7月からコーディネーター養成事業が始まったんですよ。でまさにこの間から講義が始まってるところで、座学が結構な時間数あるんですけども、それはもう少しケアマネさんとか、広くですね小児在宅を知っていただく人を育てるという意味で別個に座学だけ聞ける人を募集してます。でこれが一応予定では40人ぐらいまでは募集できる形でやってるんですけど、今日は横浜市医師会の常任理事でもあり、そして大久保総合内科クリニックの、院長でもある
大久保先生に医療的ケア児支援についてのお話を聞かせていただきました。大久保先生、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のメインコーナーでした。皆様からのご質問も受け付けております。それでは私のパーソナルソングのうちの1曲をお届けします。そうですね、この歌、フィービー・スノー、人生を振り返って、苦しかったあの時、音楽もいいやって思うように悩んでいた時、音楽がうるさいと思った時期、そんな時にこのフィービー・スノーだけは自分の生活の中で流れていて嫌ではなかった。無理やりに私の中に入ってくるようなことはしない。そんな需要の声であり、歌声である。もちろん、英語の歌詞なのでね、日本語の歌詞だとついそこを考えてしまいがちになるんですが、さらっと流れる、そんな感じのフィービー・スノーでありました。本当によく聞きました。あの時期は、苦しかった時はこればかりリピートで聞いていました。きっと私の人生の終わりの頃に、病院のベッドで寝ている時に、この曲は私にあの辛かった時のことを思い出させてくれて、そしてこうやって今生きているということも思い出させてくれる、そんな一曲になりそうな気がして、子供たちに伝えた私のパーソナルソングのうちの一曲、フィービー・スノー、グッドタイムス、お届けいたします。聞いてください。最初のフィービー・スノーの生の声が大好きです。後で知ったことですが、障害を持つお子さんを育てていたフィービー・スノー、その温かさ、懐の深さ、広さ、それを感じます。お届けしましたのはフィービー・スノー、サンフランシスコ・ベイ・ブルースのアルバムの中から1曲目、グッド・タイムス、お届けいたしました。名盤として評価の高い1974年発売のフィービー・スノーのデビュー作、豪華バックミュージシャンに支えられた彼女のボーカルが心に染み入ると帯には書かれてあります。それではここからは連続エッセイのコーナーです。今日は7月の第4週目です。今日のもう一つのテーマ、パーソナルソングについてお伝えしていきます。神谷部にお住まいの星さんからメッセージをいただきました。その星さんのメッセージの中に、パーソナルソング
かつてドキュメンタリー映画にもなったこのパーソナルソングについて、番組の中でもぜひともパーソナルソングをたくさんの人に広げてほしいという内容が書かれてありました。このハグザライフ命を抱きしめようは、あなたの思い出のパーソナルソングもぜひともリクエストしてくださいと番組表にも書いてあるぐらい、映画パーソナルソングもラジオで呼びかけて皆さんと共に見に行ったほどでもあるのです。改めて星さんのメッセージをここでご紹介していきましょう。またここでもう一度パーソナルソングに出会う、そんな運命だったのかもしれません。あいみらさん、いつもお世話になっています。今度行われるライブは、星さんは上矢部にありますアンティークカフェブルージーの代表でもあります。そのカフェで行われるライブ、今度はジャズピアニストや介護関係者などの有志で行っていて、平和をテーマにした歌の会です。3回目になります。今回はパーソナルソングにも焦点を当てていますと、ここでパーソナルソングが登場したんです。パーソナルソングについては映画にもなっており、ご存知かもしれませんね。はい、 DVD を見て私もとても感動しました。アメリカの学者が病院に長年入院しているお年寄りやぼんやりしたままの患者さんにヘッドホンで思い出の曲を聴かせると、目を開けて生き生きとリズムを取り歌い、思い出を話し出すのです。入院患者たちはもう何年も病床で感情のない人として扱われ、音楽などを耳にする機会もなかった人たちでした。その表情や体の動きの変化は目を見張るものがありました。ヘッドホンでその人にとって好きな音楽、思い出の曲を聴かせるだけで、高価だけど効き目のはっきりしない薬よりもよほど効果があると映画はまとめています。私も日頃音楽で笑顔になってくれる皆さんの姿を見て偉大な力を感じています。そこでいつもラジオでリスナーさんと向き合っている、そして訪問して子どもたちと接している相浦さんに、リスナーの皆さんのパーソナルソングについてぜひ番組の中から呼びかけてみてほしいと思っているのです。はい、素敵なアイデアです。星さんは皆さん、アンティークカフェブルージーの他にもすぐ隣にデイサービス、高齢者のデイサービスも行っているんですよ。正式な名前今ちゃんと言えるかな、ウルトラプチアースヴィンテージスペシャルプラス違ったかな、星さん合っていますかね。もうこの長い名前も大好きで、かつて高齢の方、人生の先輩の方が輝いていたヴィンテージのその時代を再現するという素敵なデイサービスであります。その横のアンティークカフェもとっても素敵で、私も友人たちとともにここで勉強会などもさせていただいています。そしてその後ランチを食べて、さあ星さんのメッセージ、最後のところお届けします。自分が年老いてうまく意思表示できなくなった時に聴かせてほしい曲、心を揺すぶられる曲、意外に伴侶や子供たちは知らなかったりします。いかがでしょう。
もしご興味を持っていただけるのでしたら嬉しいです。ちなみに今度のライブは7月28日の、土曜日、そうですよね、7月28日は土曜日です。今週の土曜日となります。午後2時から96歳の特攻隊の生き残りである男性の方にも来てもらいますとお手紙は締めくくられています。ということでパーソナルソングについてもう一度皆様に呼びかけたく思いました。星さんのこのメールがきっかけです。ありがとうございます。番組の最初にもお伝えしましたが、私はパーソナルソング、このドキュメンタリー映画を見てから子供たちに伝えて、ママがもし病気になった時にはこの曲やこの曲をかけてねというパーソナルソングのリストを作って子供たちに分かるようにしてあります。どんどんこのパーソナルソングは追加されています。それもまたよしでありますよね。あなたのパーソナルソングをぜひとも教えてください。まあ、このパーソナルソングのお話を、星さんのメッセージを心に刻みながら、先日読書活動推進懇親会に参加したんですが、そうだそうだ、パーソナルブックもあっていいのではないかと思うようになりました。大切な一冊の本、まあ、私にとっては人生を生きてて良いと思わせてくれるのは、直接的にシンプルに私たちに伝えてくれる絵本であると思っているものですから、私のパーソナルブックは絵本も何冊かその中に入ってきています。あなたのパーソナルソング、そしてパーソナルブックもぜひとも教えてくださいね。ハグザライフ、命を抱きしめよう、パーソナルソング、パーソナルブックとともに、これからも番組を作っていこうと思っています。今日の連続エッセイ、パーソナルソング、お届けいたしました。それでは今日はパーソナルソングと出会った、再会した、ね、人生を生きているとこの再会ということが本当にあるなと、もう一度その場所に戻ることもあるなと、し残したことをちゃんとやるように決まっているんだなって思うこともよくこの頃あるんですけれどもね、パーソナルソングともまたここで再会いたしました。私のもう一曲パーソナルソング、キャロル・キング・タペストリーお届けしていきます。これは有名な曲なので、ね、あなたにとってのパーソナルソングであるかもしれませんね。それではお便りコーナーです。まず最初は浜のバタヤンからファックスが届いています。7月17日火曜日、先週の放送第251回目のハグザライフの放送で丁寧に書いてくださって、浜のバタヤンありがとうございます。リクエストした戦後の大ヒット曲帰り船につきましては、本人も人に言うに言えないことがあったと、以前 NHK ラジオ深夜便心の時代（現在は明日への言葉）でしみじみ語っていました。帰り船
リクエストいただきましてかけました田畑芳雄の一曲。どんな風に前解説をしたらいいのかと番組の中でも問わせていただきましたが、浜田畑やんのファックスは続きます。それは子供の頃、父親が亡くなり貧乏で食べるものにこと書き、本人は栄養失調のため片目が失明となり、太平洋戦争時に兵隊検査で不合格となったため世間から非国民のレッテルを貼られ、非常に肩身の狭い辛い思いをしたとのことでした。同年代の青年が負けると分かっている戦争で戦死あるいは負傷するのを肌身で感じ、何ともいたたまらず、とにかく何か国のために役に立ちたいとの思いで、そうだ自分は歌でと慰問隊として前線の兵士を慰問をしたとのことです。そうだったんですね。やがて敗戦となり、外地から引き上げ船で日本へ帰ってくる復員兵が大阪駅のプラットホームで帰り船が流れているのを聞いて涙を流しているのを本人が居合わせて心からしみじみと、歌手になってよかったと述べていました。この歌を現役中は何百回と歌ってきましたが、いつもプラットホームのシーンが思い浮かんで胸がジーンとくると言っていました。浜野バタヤン、詳しい解説を、心に響く解説を、その背景を教えていただきましてありがとうございました。また田畑芳雄のリクエスト曲かけていきますからね。また解説も、その歌の解説も私なりにも考えながらお届けする予定でおりますが、アドバイスお願いいたします。さあ、そしてもう一通はメールでいただきました、ポラリスみちこちゃんからです。弥生さん、初中お見舞い申し上げます。昨日はいつもの3人で、お友達3人、仲良し3人組なんですよね、映画鑑賞してきました。私の人生なのに、封切りして間もないのでしたでしょうかね。私の人生なのに、これは戸塚区で撮影、なじみの景色が次々と、ウォーキングした柏川沿いの桜の道も楽しかったです。パラリスみちこちゃんは本当に楽しいことを探す名人であります。必ずやメールの中には楽しい、ウキウキ、ワクワクがフレーズとして出てきます。口癖であります。これはポロリスみちこちゃんの生き方なのですよね。そして最後にはこんな風な言葉で締めくくられています。弥生さん、連日の猛暑をやっつけましょう、ポロリスみちこといただきました。みちこちゃん、私の生き方はね、実は暑さを友としてしまったのです。ですからやっつけないで、友達として折り合いながらこの夏を生きていこうとしたわけであります。いかがでしょうか。なかなか暑さくんも可愛いやつでありますよ。ということで、今日のお便りコーナーでありました、暑さを友として生きていく私でありますが、これはいかがでしょうか。あがた森を、白銀は招くよ、お届けいたします。
今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナルソング、そしてパーソナルブック、ぜひともお送りください。思い出とともに、エピソードとともにお送りいただけると嬉しいです。7月24日火曜日、今日もこの番組を支えてくださる4社の皆様をご紹介してお別れです。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りいたしました。来週は7月最後、7月31日の火曜日となります。お元気でお過ごしくださいね。もう一度ここで風鈴の音をお届けしてお別れいたしましょう。あなたの好きな風鈴の音もぜひハグの中でお届けしていきたいと思います。我が家にも確か押し入れのあの部分にいただいた風鈴があるかな、引っ張り出してお届けしていきますね。風鈴の音の思い出もお送りください。お待ちしています。今日もお相手は北海道札幌出身、戸塚に住んで32年のパーソナリティ相浦弥生でした。それではさようなら。